そう、これ俺自分で見てるし。おい、ふざけんなよ。はい、どうも皆さんこんにちは。ワイデルゾーン中村です。ブルークです。シャークです。ミントキよし。はい、スマイルです。はい、スマイルです。じゃあどうもスマイルさん。そう、スマイルさんですか。え、なんか頑張るの俺一番こわぁ。やばいけどなんかウェーイ。では今からネザーで何もない状態から合流してもらいます。あー、なんだって。なるほどね。シシバラバラのネザー編ね。はい、今回はあれだよね、マップの広さが地上版の4分の1ですか。はい、そうですね。さすがにネザーはエグいやろうということで、マップサイズは4分の1になってますが、舐められたもんだな。まあ、移動しにくいし、高低差高いし、敵多いし、そう、いやもう、まあ、難しいところがいっぱいありますけど、割とマジ初期率によっては無限デスルールありえるから。今回ペット置けないっていうあれで、あれがあるからね。死んだら、きつい。死んだら持ってくるんだよ。そうじゃん。確かにちゃんと道覚えながら行くの大事だね。そうそう、道覚えながら行く。うわ、エグいな。エグいところに置いちゃったかな、初期率。おい、まあ、何、まあ、じゃあだからこいつで今回は、はい、今までだったらビーコンをね作るっていうのが最終ゴールだったけど、まあ、今回はちょっとビーコンをネザーだとあれなんで、あの全員黒曜石を2個ずつ持ってネザーゲートを作って脱出したらクリアですね、はい、なるほど、はい、オーケーです。この地獄から脱出するために僕らは合流しないといけないというわけですよ。皆さん、はい、自分の運命を自分の手で決めてください。でもここっすね、はい、じゃあ俺真ん中行こうかな。どうする。で最後に決めた。はい、みんな選ぶの早いってことはドッキリだな。バレたバレたか。そうですよね、バレちゃったか。バレたしょうがない。リッシーバラバラキリアン一人だけドッキリ。とりあえずいいよ、今から帰る帰る。ネザー遺跡集合しようぜ。お、あ、そう、遺跡とかそういう建造物は確かに。なるほどね、大事ですね。ギザに殺される可能性あったっつ。ネザー、そうだね、これ森森スタート。あ、じゃあじゃあじゃあ、え、変えてるよ。もうネザー遺跡いるんだ。変えてるよ。え、もうネザー遺跡、ネザー遺跡。はい、飛んだ。うわ、シンクじゃん。シンク。シンク、僕もシンク。え、ネザー遺跡。ネザー遺跡おらん。俺はね。ネザー遺跡いない。さすがにおらんよな、ネザー遺跡2人。あ、でもシンクの森あるな。とはいえ、遠いシンクの森だ。俺、あれだわ、なんだっけ。名前忘れちゃった。ゲンブガンデルタ。はい。ゲンブガンデルタ。ゲンブガンデルタ。ソウルサンドと。だキヌが。あ、でも俺すぐ近くにシンクあるわ。俺もシンクあるから結構近いかもしれない。キヌキは何？普通だ、普通のネザーバイオムだったけど。あれ全員バラバラってこと？全員バラバラ合流クラスだから。ね、ゲンブガン出るさ、いきなり石だからもうなんか。あ？中もなんかちょっと。何？ネザー遺跡のチェスト。おお。ああ、いや中が気になる。やっぱブレイクここでも遺跡引くのなんか持ってんな。ランダムなのに。確かに確かにそうだよね。なんだよ。なんか吸い寄せられてるよ君。すごいかこれやっぱ。石欲しいな。石欲しい。ここにいっぱいあるよ石。どこだよ。ただ俺石しかないから、これ素手で掘っても何も得られないから今。悲しいね。金の鉱石ってキピダメだよね。キピでいけたよ確か。ダメ。いけるいける。やったことあるよね、それね。やったことあるよ多分。やったことあるか。いけた。そうね、いけるんだ。いけた。じゃあグイグイ動きますよ。ちょっと階層を把握したい。目印をどうするかっていう問題あるよね。そのなんか歩きながら置くやつね。スピリスに原木積んどくわ。抜け出せそうではあるな、ゲンブガンデルタ。ネザーラックの塊を見つけたから、ちょっとここ頑張って素手で掘って移動かな。あ、そうだ。目印、ネザーラックでいい。ネザーラック、ちょっと分からんやろ。あ、僕、次のレンガ、じゃあ、使うわ。じゃあ、シンクの板材で。俺もシンクの板材なんだ。シンクの板材になっちゃうんだけど、ちょっとダメだ。シンクのクリムゾン。骨は。クリムゾンの板材。あ、俺結構多分上だわ。俺めっちゃ上の方の、ね、あ、シンクの森見つけた。おそんなないでしょ、シンクの森って。そんなないよね。でもこれ高すぎて降りれねえんだけど、マジでどうしよう。移動がね、結構だるいよな、ネザーは。そうね。いや、どうしよう。足場はさすがにネザーラックだな。いや、でもえぐい。幸いだって普通に要塞スタートってことでしょ。裸だもんね。全然えぐいじゃん。うわー、ホグリンがいっぱい来た。どうしよう。こっち行くしかない。確実なルートで行きたいな。どうしよう。行ってこいつら。マジか。一旦建材大量に集める感じかな。あ、これでいき。どうなの。ホグリンザコやんけ。はい。こいつ。とりあえずじゃあここ。余裕よ。なんだ。うわ、ホグリンいるな。
1000×1000 かっていうとガチ鬼と同じくらい。ガチ鬼と一緒。ああ、じゃあそんな広くはないんだね。そうそう、やっぱり広くはないけど、広いよね。ネザーは、そう考えるとやっぱ真空の森とかで合流できる可能性は結構高い。てか西も東も南も北も分かんないの。あそこかな、スデムゾーン。あでも俺これであれか、一気に石ツール作れるのか。玄武岩デルタ近くにあるから。玄武岩デルタ行きたいんだよね。金取ろうとりあえず。一番高いとこにいるって言った人誰？高いとこにいる、高いとこに いるなって感じの人。俺一番高いとこだと思う。もうほぼ俺も高い。俺も高いよ。俺めっちゃ低いわ。あ低い、俺めっちゃ低い。もう両岸の海があるもん。あーそれは低いね。何が一番わかりやすいんだろう。やっぱさ、めっちゃ広いところに一本橋とかさ。あーそれやるわ、それやる。あーありだね、確かに。それやるわ、やります、やります。あるわ、シンクからシンクに行きます。移動方法もそれでいいわ、多分。確かに分かりやすい、うん、まあ確かにマグマの上渡っちゃうのが。誰もさ、あれはないの、湯が森はいないのかな。湯が森勢は、湯が森がいないんだよね。湯が森以外は全部制覇してる。ああ死ぬってくるわ。あーやばい、やばい。えっ、イノスケ、まあ、イノスケやめろ。まあ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 いいでしょうか。やばい死ぬぞこれ、やばい、やばい、まぜ危ねえ。いやまあまあ、でも死んでも相手のロストしないのがまだやっぱ行って、幸いだよね。待って、遺跡が特にないのか。どんぐらい進んだっていう感覚がないね。全然進んでないわ。あ、てか俺玄武岩出ると戻ってきたから石掘らなきゃ。いやそう、方角もない、方角わかんないよこれ。そう、ね、さっき言うたやんお前。おい言うてやろかい。いいだろ、言うだろ。俺それで言うと今まで方角使ったことないから最強かもしれない。出た。方角使ったことない。俺ナーフかかってないから今。俺デバフかかってないから。どれだっけ石になるのって。黒いやつだっけ。ブラックストーンだよ。こっちか。めっちゃ玄武岩掘ってたわ。じゃあ俺せっかくだから、じゃああれにしようかな、玄武岩にしようかな。俺の目印わかりやすいよねその方がね。俺の目印せっかくだから。そうだね、俺はシンクの頂いで、うん、ストライダーがめちゃめちゃ寄ってきてる。かわいいねこいつ、かわいいこいつ。橋作って一緒に並走してくれるんだけど。あ、行っちゃった。いやだー、シンクよ、シンク黄色。あ、目印あった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 。およどう、シンク来たの。これシンク、きれい。なんのシンクいた。シンクいた。同じシンク、普通にシンプルに同じシンクだわ。じゃあちょっと俺一回戻ろう。それさ、伝ったらどっか続いてる。いや、今ちょっとホグリンに襲われてて。おい、ホグるな。って。ちょっと死なれたらめんどくさいから。死なれたら困るから。困るんだけど。困るね。死なれたら困っちゃうね、ちょっと。いった、死ぬ。行って。ちょ、どこ。ずっと痛いじゃん、あなた。どこ。え？これ俺の目印？え？俺もう目印たどり切ったぞ。マジ？え？何？立地まで戻ったけど、すれ違ってないぞ、俺。嘘、これ俺自分の目印？おい、ふざけんなよ。戻っちゃったじゃん。こんなことある？え、どこ？ちょ、一回死ぬか、一回死ぬ。死ぬの？こっからでしょ。どこ？え、ソウルサンド近くにある人いない？いやー見てねー。ソウルサンド、ソウルサンド俺初期リスだよ。絶対違う。っていうか金の時もクリムゾンじゃなかったっけ？あー俺もクリムゾン、ね、絶対キリアンのだわ。なんで俺なって？わかんない。あ、クリムゾンなかった金の時も。俺もそうだよ。じゃあ金の時はじゃあ。キリアンじゃないな。本当に？あ、これ通った。ネザー要塞ある。え？ずっと違うよ俺。いやキリアン。ネザー要塞って理論上何個あんの？何、どういうこと？俺は見てないぞ。ネザー要塞いっぱい、ネザー要塞いっぱいある。どっかに高い柱一本立ってないネザーレンガ。痛い。死ぬのは無理だ。なんだ？え？誰？本当になんで本当。おい。ケント一回死んで。俺死ぬの？ちょっとこっちから探索したいんだけど。でキリアンじゃないの？絶対金時じゃん。目印。まあ、そうね。本当に俺じゃないの？あ、でもじゃあ仮にそれ金時で仮置きして一旦別にもういいんじゃない？置いといて。あ、要塞あるな。じゃあキリアン、いや金時だ絶対。金時近い。近い。離れて俺。痛い。いやまあ要塞離れてもあるっしょ。あるっしょ。ああ。いや多分歩けないけど。要塞取ってるのこう。誰かがいたのかなこれ。あ、撃たれたってこと？スケルトンに。そう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 。シャー君、一応そこもう一回行ってよ。
ホグリンと戦ってる。ホグリンと戦いすぎだろ、お前。いや、言いすぎなんだよ、ここ。で、倒しちゃった。まだいるわ。ソウルサンドにある要塞には着いた。ソウルサンドにある要塞あるよ。待って、ホグリンすぎる。終わった。とりあえず。もういい、お前やんじゃ。なんか、上の、ね、ホグリン多い、マジ。お前、何上の。ホグリンってんじゃねえよ、お前。何痛い。待って。びっくりした。ちょっと待って。綺麗に探しに行くじゃん。勝ってよこれ。俺の道一本道だからさ、そこにいたら絶対見逃さないじゃん。金時なのよじゃ。なんか近いですよこれ。近いですよ。上の近いですよ。多いマジ。お前クリムゾーン、かなり近いですよこれ。行こうとしてるレンガタワー。超近いじゃん。待って。どうびっくりした。ちょっと待って。すぐそこにいいんじゃんこれ。上と下とかが高低差あるからさ。勝ってよこれ。じゃあ一回死にます。金の時なんだよ。死んでください。なのよ。絶対ここに来るよ金の時。じゃあ死にますと死にますよ。え死んじゃうだ死んじゃう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 これ。ダメじゃんこれ。絶対ここに来るよ金の時。全バカ。ホグリン。ホグリン。全然違うじゃねえかよ。金時めちゃめちゃ近かったのに今シャーク君と。終わったよこれ。絶対俺じゃない。俺が置いたんじゃない。おいシャーク君避けようと言うなよ。どうでしょう。今めっちゃ合流とか同じ要塞を見つけて合流のチャンスだったのにさ。シンク勢ってシンクの周り何があったんだっけ。お無理なんだけどもいなかったいないてめえどうなってるか分かってんだろうな。でも絶対俺じゃない。俺が置いたんじゃない。あるんだって。どこだ。え届くのそれ。このシンク抜けたらなんかあるかな。わかりやすいとこ来たけど、シンク勢ってシンクの周り何があったんだっけ。俺ソウルサンドだね。ソウルサンド普通のネザー、ね、ないけど誰もとか見回ってないんだけど。ないこと。シャークンさそこ辿ったら誰かのさ初期リスに行くってことでしょ。ね、要は俺このシンクがバカ広いけど、いないやつ辿ってよ。いないし、その周りに目印が見当たんないわ。あ、ソウルサンド、ソウルサンド。ガスいた。ソウルサンドのシンク。ここかじゃん。ソウルサンドとあのシンクの境目いる。俺もそこにいるぞ。そこ目印ある？俺別の世界すんじゃね。別の世界か。同じ場所にいるやん絶対言ってるわ。目印あんの？目印ないよ。目印はあるぞ。多分、ね、まあ、境目って言っても結構いっぱいあるんだろうな。いろんな場所に。マジで俺だって5マス置きぐらいに目印置いてるよ。そうだろ、絶対嘘だよ。じゃあ違うクリムゾン板材。そんなことある？剣だけは綺麗になるんでしょ、だって。どういう形してる？そのクリムゾン。ね、空中に一回死んでもらっていくわ。空中はないぞ。空中は、ね、積んであった。4つぐらい積んでないよ。あてかデルタあるわ。デルタあった俺。振り返ったらデルタだったわ。あマジデルタ結構高い高い位置のデルタ。いや低いんだよね。でもデルタはでもデルタはまあそうか上下に伸びてるから。一回ちょっと俺死んでみるわ。いやもう大きすぎてわかんない。どれがどれか行ってみる。そっち、どれが元からって言ってわかんない。水色すぎて俺が振り返ったらデルタか。それは一旦、ね、難しい。なかったことにして普通に他のやつとか目印。俺もちょっと一旦なかったことにするわ。中目のさ初期リスの玄武岩ってさ、うん、どんな感じ。中目周り何接してる。もうね見えないぐらい多分俺デルタのど真ん中なんだよね。ちょっとで隣シンクあるよ。赤シンクある。デルタ内に目印ある。デルタ内に目印は俺が置いてるかってこと。うん、そうそうそう。じゃあちょっと一応ラックがあるからラック定期的に置きはするけど、まあ、少なくとも初期リスは欲しいね。初期リスはね木で囲んでる。なんか塔立てる。塔でも立てた方がいいのかな。ちょっと次死んだら塔立てるわ。出会うんじゃないこれ。すぐ死ぬよ。デルタにいるのはマジできつすぎ。誰だこれ。ヒント聞きすぎなんだよシンク。な感じ。周り何燃えてる。なんでキリアの近くにいるのに。見えないぐらい多分俺デルタのど真ん中。隣シンクある。残し強くって食いつなげ。あ死んだよ。こっち側だな。本当に自分のじゃないの。絶対自分のじゃない。だってめちゃめちゃ一本橋繋いで遠く行ってそこにあったから見てるしが。絶対に行けないはず。初期率ではないよ多分やっぱ。近すぎるあまりにも。俺の初期率からその目印が。誰かこっち向かってきたのかな。その目印の周り何もないの。見渡し悪すぎるけど何もないね。じゃあ俺じゃないな。俺ポツンと目印は立ててないから無限にこっち行ってみよう。やっぱちょっとしたら別の
場所に行くっていうのはやっぱ大事だから。大事ではある。いや、こっちじゃないのか、一応。要塞。お、何っすか。初期リス近くのシンクか。じゃあ俺、ちょっとだけ目印置いたんだけど、それ、はい、ここには何もない。デルタか。要塞だと思ったらデルタだ。ストライダー、ストライダーある。いや違う違う、あのデルタの要塞。あ違う、ソウルサンド要塞だ。あ、じゃあ俺そっちか。俺ちょっとそっち向かってみるわ。俺さっきそうなんですけど、はいはいはい、でもちょっと高さがゴミすぎて全然行ける気しないんだけど、そこまで低いよね多分。どうやって降りるんだこの高さ。割と痕跡を置いてるんだけど、ね、うわー、こっち何もない、ここは悲しいな。一回死ぬかこれ。まあね、それはありなんだよね実際。もう豚狩るしかなくね、食料は。正直生で食うか。やばいやばいやばい、ガスみんな石ないのか。え、爆発したんだけど今なんか。え、俺のガストだ。あ、それだ多分。キリアンいるわ。あ、じゃあ近いじゃん。え、マジ、やったー。え、じゃあ俺も要塞は同じなんだ多分。マジ何もない。上に行く、上に行くの多分。外だよ。そうだね。なんでそこ要塞の真上らへん。俺も交流していいのに、スポット。え、じゃあ俺も要塞は同じなんだ。時が見つけた要塞。マジ何もない。上に行く、上に行く。これはシャーキンが見つけた要塞ですね。そうだね。ここで3人合流できるか。この辺じゃねえのか。ああ、目印あった、目印あった、目印あった。板材、ソウルサンドとシンクの間沿うように板材が置いてある。多分それ俺だ、置いたの。お前か、なんでだよ。あ、なんか高いのある。あ、高い。あれ、そっち行くよ、そっち行くよ。俺キリアンの方行くよ。レンガ、レンガ。いや、レンガじゃない、キリアンいないんやけど。え、俺ね、上にダメだ。ソウルサンド要塞。俺これ違うのかな、こっち。上から音が聞こえる。上からなんか聞こえる。あ、じゃあそれ俺だ、それ俺だ。え、上の方さ、なんか一本橋見えない？見える見える。あ、あれ？それが俺。あ、あ、死ぬ。悪い俺死んだ。あ、お前、ルフィ。悪い俺死んだ。死んだよね。いやでもね、ルフィはね、死なないからね。確かに死なない。俺はルフィじゃなかったんだ。俺もそのさっきの噂の要塞来たんだけど。え、ソウルサンド要塞？いや、ソウルサンド。いや、全然すぐ戻れるよ、俺。はいはい、僕いるよ、今。どこで死ん、いや、いないな。ソウヨン置いたんだけどな、俺。やっぱ外出れない。いや、待って、いや、戻る、戻る。外出れるんだ。いや、そのさ、ちょっと近くうろついたらさ、多分なんか、あの、シンクの、ネザーウォートブロックで、ネザーウォートブロック結構置いてある穴、ポコ、ある。は？は？あ、待て。もう今行くから。え、これ本当にここに来てきたのかわかんない。君たちが。あー、いる、誰かいる、誰かいる。お渡した。金時だ。俺だよ。おい、お前らか。多分と違うな。高さわかんねえ、ちょっと。俺違うな。いや、でも、金時こっち来て。俺からしたら。いや、ちょっと待って、そこで待ってろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらに、ツイッターのフォローもよろしく。ツイッターには最新情報が盛りだくさん。メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。